どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回取り上げたいのは昭和のもう名曲ですね、村下幸三さんのドン踊り子、こちらの曲お届けします。もう切ないあのこの雰囲気というか、もうこの村下幸三さんの世界観っていうのはですね、こう妙にこう心をですね、こう何かこうぐっとこう掴まれる何かがあるなというふうに思うんですけど、はい、この曲を心を込めて演奏していきましょう。いつものように2バージョンですよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみます。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはやっぱちょっとね、ストロークを使ってリズミカルな感じでやってみようと思います。2バージョン。ぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど、もう無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるという、レッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラム、めちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けております。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここに貼ります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで、YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい。これから音楽聴くからやるに変えていきましょう。それではやってまいりましょう。村下幸三さんの踊り子、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。
の村下幸三さんの踊り子ガズレレシンプル簡単バージョンやってみました。いやなんとも言えないこの切ないメロディーラインとちょっとねこう空虚な感じというか、これがもうね村下幸三さんワールドでございます。このちっちゃいウクレレ一本であれあの世界観を自分でこう作り出せる、素晴らしいですね。ぜひトライしてみてください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、お届けさせていただいております。構成としては主にですね2番の部分と、3番のサビをショートカットさせていただいてるんですけれども、これねフルコーラスで私全部やってみたいんですという方はですね、まずはガズレレバージョンのショートカットアレンジで練習してください。そうするとですね、この曲の要素が全部網羅されているので、ちょっと慣れてきたらご自身でコード進行書き足して1番のコードと一緒ですからね、その2番の歌詞を書いたり、さあのもう1個サビの歌詞が違うのがあるんですけど、歌詞が違うだけなんで、オリジナルの構成にして自分で楽譜を作って練習スタートするのも素晴らしいことだと思います。はい、でもまあやっぱりね、まずはね基本のガズレレ簡単アレンジバージョンで練習スタートしていきましょう。ガズレレの動画の中には歌詞とねコード出てますから、まず一緒に練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズレレの動画と合わせて一緒に演奏できたらもう素晴らしいと思いますよ。はい、一緒にできた方はどんどん次のステップ行きましょう。次のステップつまり一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと暗記するのはちょっと難しいでしょうから、まずは楽譜的なものを見て何回もそれを見ながら練習していって、いずれは覚えちゃって大空に向かってこの曲を声高らかに歌うみたいなの素晴らしいと思う。覚えちゃうとすごく気持ちいいですからね。とはいえでもね、楽譜ってでもどこにあるんですかってことだと思うんですが、安心してください。今のねガズの演奏はこの自分で書いたですねこのノートを見ながら演奏していきました。もうちょっとしたらみんなにこんな風に、大きく写しとくからこれ見て書いてよってシェアしようと思うんですけど、今いいサービス始まってます。これガズクラブの、ガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた踊り子を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックがもう山のようにあるんです。その中から毎月皆さんが5曲自分やってみたいな、憧れの曲いいな、この曲っていう曲選んでいただいて、お手元に即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただけるよという画期的なサービス。この楽譜全部YouTube の動画、レッスン動画に紐づいてますからね、これ有効活用ぜひのみしてみてください。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということで、ね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。踊り子、村下幸三さんのもう名曲ですね。はい、コードを見ていきましょう。このイントロのね、このね、伸ばすんですよ、ここ。見て伸ばすって感じ。このインパクト。で、ここ、でん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 って、ここ Am この6拍分伸ばすんですからね。これちょっとカウントを見余らないでくださいね。ここもそうですけど。これがやっぱりあのメロディーがね、切なさをこうかき立てるような感じですけど、ここからリズムが入っていきます。はい。で、ここ見て、下にくるっと書いてあるやつは、後半やるかっこいいバージョンでは、ここ、今の簡単バージョンでは D7 って弾いたところ B7 に変えたり、ちょっとコードの変更があるんで見ておいてください。で、時間ある方は今こうやって写すんで、メモっていただければと思うんですけど、今紹介させてもらったガズクラブ、これでね、このノートのデータそのものをね、ダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ便利ですよ。ガズのノートの特徴はここに V があったり、この言葉の上に点が書いてあるでしょ。これでリズムがわかるんですよ。ん？ここで最初にんって一回休符が入って、答えを出さずに、出さずにの時にこの上に点がある。答えを出さずに、いつまでもみたいな感じで、この言葉の点でリズムを把握してください。あともう一個は歌詞カードには出てこない表現として、こういう伸ばすところですね。これが歌詞カードには出てない。
これがすごくいい情報になります。時間ある方はこれ今写しとくので一時停止でノートなどに書き出して練習スタートしてください。はい、今ね A メロ1番 A メロ2番まで写してます。いいですか、これ一時停止で書いてね。ここもほらとたたこれキメが入るからね、かっこいいバージョンではこのちょっとキメをやる解説していきます。で簡単版をちょっと伸ばす感じでやって、はい、いいかな。そしたらもうここサビですね。で今日ちょっとサビの書き方を変えてまして、コード進行は一緒なんですけど、見て歌詞が上の段下の段に分かれてるんですよね。ここも見て上の段下の段、はい、上の段は最初に歌うサビですね。分かりますか。つまり2回繰り返すということです。2回どころか本当は3回なんですけど、ちょっと構成の確認を言っていきましょう。まずイントロから A メロ1番 A メロ2番やったらサビやるんですけど、1回目は上の段のサビで、あの歌詞ですね。はい。まあ、ここはだからこうやって写すとこサビのこの4行。で、1回目のサビが終わったらここまで来たら、ここ見てください。ちょっとここややこしいんだけど。あの、丸1っていうのは1番ってことです。で、1番が終わったら、ここからもうイントロです。ここ。心が乱れるって D7 E7 こっち かっこいいバージョンだと B7 E7 でここに行きます。でん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 、ここイントロの後半でん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 、イントロ2っていうのはここですね。でん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 で、ここでまたサビに戻ってくるわけですよ。ここで2回目のサビがでに戻るんだけど、その時は下の段を歌います。これはい、わかりますか。同じコード進行でこの下の段の歌詞を歌っていきます。でここまで来て2番が来たら、今度ここ見てください。2番の時はここ丸2だから Am と E7 で、でここまたサビ3回目のサビなんですけど、3回目のサビはラララララーになるんですね。でこのコード進行のままラララララーってもう一回こうサビのコードをずっと繰り返していきます。でララ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 ラって言ったら、ここに1、3って書いてあるじゃないですか。また1番と同じ時みたいな、ここからイントロ2A です。ララ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 ラって、ここの、ここですね。ララ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 ラで終わっていたというのが、ガズレレ簡単アレンジバージョンになっております。ご参考までに。はい。じゃあちょっとね、ゆっくりメモってってください。OK。この辺はちょっとね、ちょっと見づらいかもしれないですね。はい。よし。じゃあ出てくるコードをご案内しましょう。赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコード。読んでいきます。C と Am と F、Dm、D7、G7、E7、Em7、A7 の9個の今日コードで、今のこの踊り子やってみました。これ9個も出てくるのかと思うかもしれないけど、安心してください。これです。ガズレレではおなじみの入門コードのグループ、ガズレレ必須コードと言います。これはですね、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。10個もあるのか多いなと思うかもしれないんですけど、あのね、1個ずつ見たら初心者入門コードなんで簡単。10個いっぺんに覚えようと思うと混乱します。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごくいい動画撮ってます。初心者の人、ここがまずキーポイントだ。ここにちょっとリンク貼っておきますよ。この動画見たら面白いように覚えられますからね。ぜひマスターしてください。そのガズレレ必須コードは10個あるうちの今日9個出てくるわけです。もうほとんどこれ出てきますから、覚えちゃってください。という感じでございますね。で、まあ今のシンプル簡単バージョンゆっくり練習して、で、どんどんあの歌ってほしいんですけど、ここからね、かっこいいバージョンの解説に、まあ、入っていきます。いつもこのタイミングでお伝えしたいのは、やっぱ今一度歌をよく聞いてですね、歌の言葉のタイミングをですね、あのもう一回確認する。このサビの中でもですね、例えば、つま先出た頭、僕は愛して聞いた2番なんかは、狭い舞台の上でとか、上でではないですよ。狭い舞台の上でって、ちょっとこう、リズムとか言葉のタイミングってね、よく聞くと、そういう感じのタイミングなんだなっていうところもありましてですね、そういうところをこうマニアックにこう、あ、こうだったのかってこう分析するとまた面白い発見もあると思いますね。自分が歌うときにも参考になると。そんな感じでやっていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンで1個、コード追加です。はい、これ。B7。このコード1個ね、切ない響きなんで、これはぜひやっていただいて、ちょっと解説しましょう。押さえる場所は、ここと、この3箇所。こんな風に押さえますね。はい。これだけ押さえるとね、なんてことないような気がしますけど、じゃあ、この曲の場合、その前のコードが、Dm から B7 って言いますね。そうすると、
Dm から B7 だからこう、あ、なんか一回指全部離れるじゃんみたいな感じだと思うんですけど、これがですね B7 の難しいところで、でもたまたま今回 B7 の前だったり、あとは C の前だったりする時もあるね。 C からだとちょっとやりづらいよ。 C からだと一回全部指が離れるでしょ、こういう風に。これがねネックがガッと下がっちゃったりするってことなんですけど、あのここのここの部分でネックを支えながら C からこうやってパタッといったりとか、いろいろありますね。 Dm だったらこの人差し指 Dm をこっち1個ずらしてトトってやるとか、あの Bm は前のコードからの動きで練習するとすごく、いいと思いますけど、これやっぱ押さえるのちょっとコツがいるんで、かっこいいバージョンでやっております。ちなみにもう1個押さえ方って2フレットを全部制覇してちょいと立てる、これでもいいですよ。ちょっと慣れてる方はこっちの方が楽かもしれないね。こっちの方が初心者の方は楽かなと思って B7 こっちにしてますという、このコードを使ってさらにエモーショナルに弾いていきましょう。はい、じゃあ今日出てくるリズム、今日はシンプルです。はい、これドン8ビートミチャ、この一本勝負でいきましょう。まあこのフォークな感じです。村下幸三さんといえばやっぱアコースティックギター、いわゆるフォークギターでジャンジャジャンっていうイメージがすごくやっぱあるんですけど、よくね動画っていうかその当時のテレビ出演の見てみるとスカベイトみたいなのも入ってるんですよ。幸三さんが例えば答えを出さずに A メロの時にワン、ツー、スリー、フォー、答えを出さずにいつまでツチャ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 、こんなようにもあの弾いていましたね。なんでこれはですね、まあ今回のガズレレバージョンでは8ビートのチャで手を出さずにこんな感じのビート感を出してやるんですけど、もし2人でアンサンブルで演奏するときは1人は8ビートのチャで、1人はスカベイトみたいな感じで違うリズムが組み合わさるとすごいいいかもしれません。まあ今回はベース弾き語りの一番やっぱ気持ちがいいところで8ビートのチャというリズムでやってみようと思います。最高のリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中に8ビートのチャという濃厚系解説レッスン動画がすでにアップロードされています。このリズムは、ね、ガズレレの中でも一番もしかしたら多く出てくる弾き方かもしれないんで、ぜひマスターしてください。このチャが入るだけでだいぶ違いますから、普通の8ビートはチャが入ると打楽器的要素が加わって、さらにこうビートがこう高まるっていうかリズミカルに感じますね。だあの 3つ目の要素というかチャっていうのはだなんか打ってる音なんで、この感じがこう立体的な、リズムを生み出すと思います。ぜひトライしてみてください。はい、さあ今日の曲の中の解説なんですけど、伸ばすっていうところとか基本的にはすごくシンプルです。まあ、唯一キメがちょっと入るといえば、サビに入る手前のところをちょっとまずはやってみましょうか。暖かいところならどこへでも行く、ここからやってみましょう。暖かいところならどこへでも行く、チャッパッパッパッターですね。ツタタタタタって伸ばす。はい、最初の1回目でチャをやってダダダダつま先でと入っていきます。でこのずーっといって、サビの途中の切り返しのところですね、見ていた空がのところ行ってみましょうか。南向きのから、せーの、南向きの窓から見ていた次の空、スタッ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 踊り出す。これはシンプル、チャッタ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 ッ、このぐらいすごいシンプルな感じですね。そして、このままずっと、行って、でもイントロまた戻って、また2番の歌詞の2番の歌詞でサビを繰り返すんですけど、そこの一番最後のところでラララにまた3回目のサビに行く時の間にちょっと君が入ります。それをやりますね。駆け引きだけの愛からいきましょう。一番最後2番のサビのね、せーの、駆け引きだけの愛は見えなくなっていく、さあララララ、はい、今の A マイナーと E7 の決めなんですけど、ダンダダチャパーンでアップで E7、 ダンダダチャーン、わかった、 A マイナー E7、 こんな感じです。ダンダダチャパーン、これ結構かっこいい。で最後、ラララララでサビを同じに繰り返してエンディングに、イントロ2をエンディングに持ってきて終わったよという、かなり曲としてはシンプルな構成になっておりますが、やっぱりこの歌詞の世界観とメロディライン、この切なさっていうのはこのすごいですね。まあ村下幸三さんといえば初恋も有名ですけど、まあ共通するなんかこう、なんていうのかな、こう悲しさというかね、
なんていうかこう好きな人とか愛とかこうかそういうのがねすごいいい感じの、 あの心の金星に触れるところをこうねしっかりこうあの沿ってくれる感じがしてですね、それをやっぱ感じながら歌詞世界とか村下幸三さんの世界観を十分こうイメージして演奏するのがポイントになると思います。はい、行ってみましょう。これゆったりね、リズムもこうずっとこうバキバキも力が入って元気いっぱいというよりはちょっとこう落ち着いた感じの雰囲気が出ている方がいい。力入っていっちゃダメですよ。やっぱ力抜いてね、体ゆったり揺らしてリラックスして弾いていきましょう。さあ、それではやってまいりましょう。村下幸三さんの踊り子ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。さんの踊り子ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。なんとも言えないな、この気持ちがいいんですよね。切ない曲なんですけどね、やっぱ感情がこうなんていうか共感するのかな、このメロディーラインとかね。いやで8ビートの方がやっぱり、ね、体もこう自然にこう動いて、これビートの中でこの世界がこう紡がれていく感じを味わえると思いますね。ぜひこれはシンプルな曲ですけどね、シンプルならではの難しさとか深いところも十分味わえると思います。練習してみてください。お知らせなんですけど、皆さんこれ入ってますか？皆さんスマホとかタブレットにガズレレのアプリがあるんですよ。ガズレシピ。はい。これに新しい曲が40曲、追加されました。これもぜひちょっと確認してみてください。どんな曲が追加されたかは皆さん、まずね、皆さんの、ね、スマホに、ダウンロードして落としてください。インストール自体はアプリ無料ですので、はい。どんな曲が追加されたでしょうか、40曲分。ガズレシピの楽譜は、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョンが表記されてますので、ぜひおすすめですよ。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。最近このお伝えしていることなんですけど、ガズがねたくさん出版している本のですね、一番新しい本の予約が開始になりました。リット
ットミュージック社から7月13日に発売なんですけど、現在大好評予約受け付けております。今現在予約の段階で皆さん本当ありがとうございます。 Amazon の、第1位ベストセラーを獲得しております。今回も100曲入りエリスグリムの100曲入りとなっておりますので、ぜひチェックをお願いします。ご予約ぜひともよろしくお願いします。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。